サドウスキーのエレクトリックガッツ、こちらをご紹介いたします。サドウスキーのですね、この NYC ニューヨークシティのですねエレクトリックガッツなんですけれども、生産本数が極めて少なくてですね、なかなか入手困難なギターなんですが、今回やっと入荷いたしました。フュージョンとかねクロスオーバーの世界でこぞって使用されたこのエレクトリックガッツなんですけれども、今回の入荷はですね、このメイプルトップ、びっしりとこうフレームの入ったセンター合わせの左右対称のすごい綺麗なトップですね、使われております。バックはですねアフリカンマホガニ、これをチェンバードですね、中くり抜いてあるんですけれども、チェンバードのアフリカンマホガニになります。ネックはメープルですが、こちらはエレクトリックギターから持ち替えても違和感のない太さと言われておりますが、若干ですねエレクトリックギターよりもちょっと太めに感じますね。グリップの感じは薄めの C シェイプって言ったらいいんでしょうか、弾きやすいグリップ感のいいネックと言えます。指板はですねモラードフィンガーボードっていうんですけども、まあ、ボリビアンローズウッドと言いましてですね、これもちょっと希少なローズウッドになります。コントロール系はですね、シンプルにワンボリュームワントーンということで、今日ですね、いろんなサーキットを載せるエレカット多いんですけれども、本当にワンボリュームワントーンでシンプルなコントロール、それで厳選された木材なのでほとんど故障なくですね、末永く愛用できるタイプなんではないかと思います。ピックアップはですねバーベラーピックアップというメーカーなんですけれども、こちらのブランドあまり日本では聞き慣れないブランドですけれども、まあ、主にヨーロッパを中心にですねバイオリンとかチェロ、そういうアコースティック楽器の、まあ、クラシック系のですねアコースティック楽器のピックアップを作ってるメーカーで、主にこうサドウスキーのような高級ギターには載せられることがあるかということなんですが、今回惜しみなく搭載されております。サーキットはですねサドウスキーのバッファープリアンプというのが入ってまして、こちらもノイズ対策はバッチリです。
すごくアコースティックなですね、自然な感じのエレガットのトーンとですね、それからエフェクトのノリも良かったりとか、エレキギターから持ち替えても違和感なかったりとか、本当にプロミュージシャンに愛される理由が分かるような気がします。全体の重量も 2.43 キロということで、非常にバランスのいいギターですね。ぜひお試しください。